さあ、お久しぶりでございます。動画的にお久しぶりでございますとかいらないから。いらないから。見てる人は、もしも見てる人がいるならパート9から続けてるから。お邪魔しますと。ちょっと待ってよ。あ、やっぱ到着だよの前には戻れないな。L と R で話が戻ったりします。どうも。声小せえよな、やっぱり。やっぱりって何なのって思うんだけど。動画始める前にね、ちょっと調節したんですよ。おかしいな、ボイス一番大きいのにな。スノーに限ってだけ、ちょっと BGM の音量、ボリュームちょっと変えます。4にします。ちょっと、これぐらいかな。ちょっと BGM 大きくなった。気になる。非常に気になる。BGM 下げのボイス、ボイスもマックスにしの、これぐらいかな。まあ、いかにね、スノーの BGM が秀逸とはいえ、やはり曲を聴きたい。気になると気になると思うけど、首長いな。首長いな。気になると気になりだす。背景は特に突っ込むところなし。星書きがあるね。こういうのどうやって売るんだろうな。あの女の子は一体何だったんだ。サビ。あ、帽子かぶってない。冬だからね。冬だからスノーを始めようかなと思って。スノーの時期を始めるじゃん。あ、夏が近づいてきたなって思うじゃん。夏が近づいてきたらこれ続けるのにいかんな。続けたらあかんなってなるわけでございます。でまた冬が近づいてきてね、各地で積雪も記録される頃になってまたスノーやるということでね、一体いつスノーが終わるんだ。まあ、あの冬の今年の冬のあの定期動画シリーズの一環としてスノーはまた上げていこうかなと思う。甘神とかやろうかな。ダメだ、甘神やりたいんだよ。絶対甘神とかさ、まあまあ見る人いるんだよ。おら、メイコ。よ。死にかけだったのによみがえり、いいようにこき使われて、これじゃ死んだ方が楽だったなぁなんて思ってる。思ってない。カーナタさんじゃないか。カーナタさんじゃないか。そんなこと思ってないよ。そうか。でも今顔が死にそうだったぞ。そうっすか。はぁ、たたたた。酷使されとるな、青年。酷使。中日の中継ぎ陣かな。つぐみさんらしい。使えるものは壊れるまで使う人だからな。そうなのか。ああ。いやー、スノーがねー、ゆっくりまったりできる。夏といったらエアーをやるとかさ、そういう風な龍神の滝にあるよね、なんか。いつかの季節になったらこれやりたいみたいな。最近また違ったりするのかもしれないけど、そういうトレンドがさ。冬はスノーだな。隅野から教えてもらったんだけど、あそこにある縦看板の話。今ある伝説が実は真実と違うんだって。あ、いや、そんなことを聞いたから。どうしたんだろう。黙られてしまったぞ。終わった話なのか。いや、別に。この村は天の怒りを買ってそのままなのだ。天の怒り。まあスノー世界といえばフェブラリーの5だろうが何だろうがずっとあの雪降ってるわけだから、もう夏だろうが秋だろうが関係なくやれば、実況やればいいんだけどね。まあ気持ち、気分的な問題、よくわからんな。それが伝説の真偽とどう関係があるんだ。ただ伝説通りこの村には秘伝が多くてな。秘伝。ああ、こうかな、これでぴったしかな。もうマウスを触る時のこのスクロールのあれでふにゃふにゃ変わってしまう。ふにゃふにゃ、このアスペクト比が。はっはーん。さてはメイコも秘伝の体験があるな。
振られたんだろう。そりゃ秘伝だな。秘伝だもんな。だった。あんまり今詳しく読んでなかった。ん、もう一遍落石で死んでみるか。目がキュピーンってなるのの初でって、やっぱりあれですかね、セクシーコマンドガイデンすごいよ、マサルさんですかね。人のことなどどうでもいい。違うのかな。問題はカナタさんだ。メソだーってやつ。メソの目も光ってたけど、マサルの目も光ってた。いや、大体みんな目光ってた気がするな。兄も鈍感だったが、まさかこの男までも。この男。だからあのメタ的な顔をよくするね、スノーはね。この目って完全にあれだろ。この眉毛もそうだけどさ。ハレグーのグーだろ。え、ハレグーのグーで合ってるか。まあいい。くれぐれも綺麗にならないようにな。はい。かなたさんが誰を好きになって付き合うかは勝手だが。ほう。その相手を泣かすなよ。イッサ。メイコがな、めっちゃ好きなんだよ俺、メイコが。でも残念ながらこのスノードリキャス版ではメイコは攻略対象ではないという、その時点ですでに秘伝なんだよな。メイコがめっちゃ好きなんですわ。優しいところも似ているんだな。何のこっちゃ。それではな、さらば。さらば。あ、え、おい、なんだよ、教えてくれっていいじゃん。そういう言い方してたっけ今まで。とにかく竜神の姫様と人間の男は禁じられた行為をして、天が怒って姫様が死んだってことか。ふーん、まあ仕方ない結果というか、なんというか気の毒にって感じだな。行くし、うさぶ、俺も早く帰ろう。怪しいんだけど、怪しいんだけど、この動画ちゃんと続いてる前回から。既視感が強いんだが、デジャブ感が。このデジャブな感じってのはあれなのかな。すでにゲームちょっとあの動画の取り間違いとか半年ぐらい前になるのかな。今が12月、最後に撮ったのが5月ぐらいでしょ。5+6で11月、半年ぐらい前に撮った時になんか録画失敗とかしてて、それで撮り直しとかしたから既視感があるのか、それとも本当にすごく昔にやったのをなんかまだ頭の中で覚えているのか、ちょっとそこはわからない。だこれで何が見つかるかはまあ分かってる。そこまでの話を前回やったかどうか。え、皿だっけ。やっぱ声小さい気がするね。やっぱ声小さい気がしますわ。こっちでの調整じゃないな。これ右クリック押すと、なんかこのちょっと動いてない？ね、ちょっと動いてる。まあそれはいいわ。サウンド設定、やっぱちょっと BGM がでかい気がします。皿の1枚が何？すごいゆっくり実況しております。すごいゆっくり。500万。ほう、 OK。 そういうことならぜひ協力しようじゃないの。そういうノリでしたっけ。その代わり本物だったら1割ちょうだいね。ケチ。あ、そう、うーん、残念。確か四角い白木の箱に入ってるの。白木屋。オッケー、探してみるよ。気さくだな。あった。でもどうせ探すんだったら昼間とかに探させてくれた方がいいんじゃないですかね。暗いんですが。納屋の中は想像以上に広くて真っ暗で、ごちゃごちゃと物が溢れ返っていた。これかな。とりあえず手を伸ばして取ってみる。よっ。わあ、わあ、開いて。大丈夫？真っ暗な中進行してます。あ、なんとか今外に出るよ。俺の
秘蔵のパソコンのドリキャスに限らない往年のゲームの実況とかもしてもいいのかな。してみたいよな。ダメなんかな。ダメなんかなってのは何に対してダメなんかなって、もうこれやってるうちにダメなら、グレーならグレーだと思うんだけど、ゲーム実況というものに関して。でもね、名作ゲームっていうのが埃かぶったままっていうのもまたちょっとね、どうなんだろうなって思ったりするわけですわね。昔このゲーム、ああ今週末になってもっとこう人の目を当たればいいのになって思ったゲームとかが、パソコンのまあいわゆるエロゲーとかにあるわけだ。そういうのさ、あの本当にただ日の目をかぶらずに昔のまんま、昔のゲームとして日の目もかぶらないってだけになるわけでさ、それをね実況してみたいっていう気持ちがある。でもやってるのは本当にグレーゾーンっていうか、まあ、うん、そのゲームのね、あ、掛け軸じゃん。へえ。やっぱダメだな。蒼天のセレナリアとか、エンジェルバレットとか、ライアーソフトゲー、ライアーソフト信者だから、やってみたい欲はあるんだけど、あまりになんか、大切なものすぎて、実況はできない。でも、鈴クリドラゴンとかやっていいんじゃないか？鈴クリドラゴンとかな。あれも名作だぞ。名作すぎて。あの未だに買おうと思ったら結構な値段するからな。1万円ぐらいするからな。巣作りドラゴンとか思ってるけど、この辺なんかの絵があったような気がするんだけどな。俺は掛け軸の下真ん中ら辺を指さしてつぶやいた。ここら辺になあれ、よく見るとそこの部分だけ風景の色が薄い。なんだこれ、変なの。俺あれの実況やりたい。あれの実況やりたい。メモリーズオフの実況をやりたいっす。ドリキャスでは多分1、2、3まではできたはず。メモオフはやっぱあの青春のゲームって感じがするな。全然青春の時期から、いや青春の時期にやったような気もするな。メモオフはいいぞ。メモオフセカンドはいいぞ。まったりした実況だな。誰が見るんだよこれを。もっとサクサクっとこうね、喋り込んで、サクサク、いや、どうしようもないな、この実況に関してはね。俺のせいって言って、だからこのバシバシバシっとカットしてさ、カットして動画にしたとする。それだとやっぱこのゲームの話にのめり込めないじゃん。かといって、いやあのつぐみさん話をひたすらこっちがこう喋りせずに行くと、それはそれでまたあの退屈というか、うまかったごちそうさま、いい加減っていうのがあるな。なるほど、喋りとか風景の中にこうどんどん突っ込み入れていかなくちゃいけない、実況者として。それができないようじゃこのノベルゲームの実況してはいけない。おっサンキューズズズお茶おだちんが、こうしてみるとほんとつぐみさんはないっすね、ないっすね。この音がわびしいよな。ゴーストスイーパー三上の、三上探偵、霊界探偵事務所並みのこき使われぶりをしている。での、横島じゃなくて、おきぬちゃん並みのこき使われぶりをしている。結局、掛け軸がしまわれた理由を話してくれなかった。10年前にこの部屋に飾っていた掛け軸か。眠た、俺ももう眠たいわ。眠くなってきたぞ。久しぶりにスノーを起動してるのに眠くなっている。後日談だが、あの白木の箱に入っていた皿は全くの偽物だったことが専門家の鑑定で発覚。つぐみさんは笑顔で皿を割って割るのかい。2月6日水曜日ということで、ここまでにしますか。ほなまた。